Japan's Emperor and Empress. 日本の天皇皇后両陛下が地震と津波で家を失った人たちを見舞うため大きな被害を受けた岩手県釜石市を訪問されました。一方、東京電力は地震と津波で損傷した福島原発の施設内に入る作業員たちの写真を公開しました。天皇皇后両陛下が被害が甚大だった東北地方の被災地を訪問されるのは2回目です。6日午前、岩手県に到着されたお二人はヘリコプターとバスに乗り換え釜石市の避難所に到着されました。お二人の訪問に感極まる被災者の姿もありました。いまだ余震が続くこのエリアですが、両陛下が避難所を訪問されている際にも余震が発生しました。一方、東京電力は福島第一原発の1号機の原子炉建屋内に入る作業員の写真を公開しました。建屋内に人が入るのはここ2ヶ月近くで初めてで、建屋内の放射性物質の濃度を下げる換気用ダクトの設置が彼らの任務です。ダクトにつながった排風機の運転は始まっていて 2,3 日稼働し続ける予定です。放射性物質の濃度が下がった後は冷却システムの再建が待っています。今のところ放射能漏れによる死者や重体患者は報告されていません。